バスケトークラジオ。皆さんおはこんばんちは。第229回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と K です。どうも、こんばんは。こんばんは。なんか今日あれでしょ、リスナーさん、皆さん聞いてください。ちょっと可愛げな、なんか、はい、音楽聞こえますよ。あ、聞こえますね。なんか聞こえるでしょ、なんか聞こえるでしょ、はい、今日はね、実は小さいお子様がいるお宅にお邪魔しての収録なんですよ。なるほど。キリさんはね、電話でいつも収録なんで、僕がどこにいるか分かんないと思うんですけど分かんないですね。今日はね、ちょっと自分の自宅じゃなく沼波先生のご自宅にお邪魔しております。おー、すごい。沼波先生、お帰りなさい。こんばんは。こんばんは。ちょっと紹介が足りなかったね、あの育英高校バスケットボール部の監督でいらっしゃる沼波先生のところにお邪魔してるんですけど、ちょうどね、ウィンターカップ帰りたてなんですか。そうです。ここはもう先輩のパワハラを使いまして、おい、ぬなみと、行くぞ行くぞっつって、急にあのピンポン押してね、突撃したわけです。迷惑千番なんですけど、まあそれは冗談でね、まあ帰ってこられて、今日、あの、まあどうですか言うてくれはって、ね、ぬなみさん、ありがとうございます。奥さんもね、後ろいらっしゃるんですけれども、奥さんも今日はありがとうございます。急に押しかけまして、すいません、ありがとうございます。そんなぬなみ先生のご自宅からウィンターの感想なんかとかね、キリーさん聞きたいことたくさんあるでしょ。そうですね。その辺をちょっと聞いていきたいなという回にしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で早速帰ってきて来たばかりの育英高校バスケットボール部監督のぬなみ先生ですが、はい、キリさん聞きたいことある？やりますね。山盛りあるね、いろいろ。はい、まず、今回のスタートが、まあ、まあ、大体一緒ぐらいなのかもしれないですけど、ちょっと井上瑠衣人選手が入ってたっていうところに、まあ、ちょっといつもと違うのかなと思いながら見てたんですけど、でまたその瑠衣人が素晴らしいプレーをするわけで、まあ、そこはやっぱりスタートっていうのはすごい悩まれたのかなっていうのをちょっと聞いてみたいですね。ごめんなさい、ちょっと横から、はい、先生ちょっとだけ待ってね、はい、スタートがインターハイとウィンターとちょっと違ったわけ。そうです、それです、それが言いたいんです。ああ、そうなんですか。はい、先生、その辺はなんかやっぱり相手によって、いや、井上瑠衣との調子がすごく上がってきてて、で最初に使ってますよ。で、交代で1年生が行くとやっぱプレッシャーかかると思ったんで、はい、まあ、交代は3年生の佐野をやっぱしっかりもうしてきてるので、機械が佐野俊太で固めて、はいはい、で最初に暴れてこいっていう形で井上瑠衣人に行った方が僕はいいと思った、はい、なるほど、なるほど、切り合ってこいと。機械で井上瑠衣人がやっぱ億劫になると思うんですよ、その例えばあの佐野俊太が厳しくて井上瑠衣人ってなってやっぱ1年生の精神的な負担というのは大きいと思うんで、はい、逆に後ろにはおるから、はい、もう自由にやれると、はい、でそれが調子良ければプレイングタイム伸びるけど、そうですね、やっぱりちょっと今日わたわたしてんなってなると、はい、かえって安定の佐野俊太っていう手が打てるけど、はい、っていうことですね、はい、それが逆のパターンになるとやっぱりこのピンチのシーンで僕が担うのはちょっとっていう1年生の心境なんかも考えられてる方、インターハイの時にそれを強く感じたので、逆にその1年生を強みに生かすためには最初からやらしておいてっていう、まあ、ある程度の佐野選手の信頼っていうのは僕の中ではあったので、やっぱり井上瑠衣人選手の強みを生かすためにも、そのラインナップでいった方がいいんじゃないかっていう僕の判断でしたね。はい、キリさん、よろしいでしょうか。いや、もう納得ですね。キリさんもこの一通りの試合は見られたんですか。一応ね、僕はそのオンタイムで見ることはできなかったんですけど、はい、仕事を終えた後、スポナビライブで、はい、1日遅れで見ましたよ。なるほどですね。じゃあもう全部見られたということで。うん。岸さんはどういうあれでした？試合を通して。
ったらもうだけまずちょっと結果紹介しておきましょうよ。はい、1回戦育英高校対日大山形、ちょっと僕スコアをごめんなさい準備しとかなあかんところをちょっと今準備してなくて分かんないですけど、ちょっと育英高校1回戦で負けちゃったんですよね。はい、うん、でそこをちょっと知らないリスナーさんもいるので、まずそこをまず言うときましての、僕は素人的に見て、どうなろう、まあ、日大山形やっぱり強かったなっていうところですね。そうですね、体つきが良かったですね。それとやりたいことちょっとやらせてもらえなかったのかなみたいな、特にこう小島選手なんかね、苦しいシーンがたくさんありましたよね。そうですね、あとは、シュート選手、はい、シュート選手もシュートがなかなか打たせてもらえなかったり。そうですね、いやもうなんかよく手の内を研究されてるなという感じがしました。はいはいはい、まあでもその出だし好調だったんですよね。5対0でタイムアウトを向こうが取られて、で、まあ、まだ7対0とかそれぐらいまでいって、このままもう5分間無失点ぐらいだったんで、このペースでいけたらと思いながらも、やっぱそんなバスケット甘くないんで、徐々にそのタイムアウト明けから向こうドライブに切り替えてきたんですけど、やっぱその辺はさすがだなって思いましたね。でもそのさっき出たシュート君にしても、まあ、小島くんもっていうところありましたけど、逆に牛尾くんがものすごい当たってたんじゃないですか。どう先生どうでした。いや当たってましたね、牛尾選手よかった、はい、結構しっかりミドルも決めてましたね。僕も見ましたけれども、よかった、よかったですね。神がかかってましたもんね。そうですね、はい、打てば入るみたいなね。牛尾選手はこの日チームハイの22得点、それから22点、フィールドゴール、はい、が14の10っていう。ああ、それは素晴らしいですね。これ素晴らしいですね。チームハイ22の14の10、からリバウンドが6、それパッと向こうのスリーが何本って出るんですか。向こうのスリーも出ますよ。何本ぐらい入ってんすか。向こうのスリーのトータル、はい、11ですね。あ、結構入れてますね。そうですね、確率で3割入ってます。 29.7%。 なるほど。で、育英の確率は、ごめんなさい、その前にショットスリーは6本、はい、で打たしてもらったのは15本だけなんですよ。はい、相手は37打ってるんですけど、わ、すごいっすね。育英の確率は40ですね。はいはい、そうですね。でフィールドゴールは 47.9%。 なるほど。相手は 39.4%。 そっか。フリースローはちょっと低かったね。フリースローは 20% っていうね、ミドルよりスリーより低い。なるほど、これちょっと珍しいね。そうですね、フリースローか。逆に先生に聞きたいんですけど、はい、フリースロー入らなかった時ってやっぱりもうすごい我慢されるんですか。やっぱそういうのは絶対起こらないじゃないですか、先生は絶対フリースローのことに関しては。そうですね、多分まあ緊張してるやろうっていうのもありましたし、1回戦ですから。はいはい、なるほど、はい、でもそのファールもらってるっていうだけで相手は苦しい部分もあると思うんで。なるほど。そこはいいプレーっていうのを残してフリースロー打った方がいいと思うんですけど、まあ、結果はどうか分かんなるか分かんない。はいはいはい、ただやっぱターンオーバーが、はい、あの相手5本なんですよね。なるほど。でうち20本してるんで、そういうことか。すごい差はあると思います。なるほど。岸さん試合見ててターンオーバー育英の方が全然多いなと思いました。
いや僕はそれよりも、はい、やっぱりあれですね、奥さんがドラゴンフルーツに生ハムを巻いて出してくれたことに今もうそっち行っちゃってますね。すんごい美味しそう。いやすいません、すいません、すいません、真面目なお話してるんですけど、こっちもねこれかなりシリアスな問題ですからね。ありがとうございます。すんごいおしゃれなお皿にね、なんかこれドラゴンフルーツでやってるんですか。ドラゴンフルーツにねなんか生ハムを巻いてくださって、はい、収録中やから言ってね、こう静かに音も立てないようにこうね置いてくれはるんですけど、はい、すいません、ちょっと話それて、奥さんちょっとこれいただきますね。実は奥さんなんで僕普段言ったことないんですけど、うん、うん、もう岸さん全部持っていきましたね今。なんだね、なんだね。食べてるし。いや今日は許すよ。はい、いいですよ、うん、いや自分そんな、あでも言われてみればそうなのかなってところなんですけど、うん、そんな感じのが多かったの。はい、そうですね、あ流れ来るかなっていうところのターンオーバーは、うん、ありましたね。やっぱ切ってしまうの、自分たちで切ってしまったのはあると思います。ただそれっていうのは、まあ、本当に結果論なんで通ってたかもしれないですし、そういった部分があるんで、うん、まあ、なんとも言えませんけれども、やっぱりターンオーバーの数が全然、うん、違うかなと。だからこっちからするとインサイドのアタックが多かったんで、うんうんうん、まあ、いたした仕方ないのもあるかもしれないけど、相手は外回りでスリーパーでショット打ってっていうチームなんで、それはよう入ったね。でも3も10、いや3は今思ってもそうなんですけど、うん、入ってないと思いますね。え、日大山形で、はい、11、あ、そうか、37分の11やから、はい、37。なるほど。それよりも僕はちょっと待って、37打ってんねんな。売ってるというか、うん、僕はそれよりも、うん、チームとしてケアしないといけないのは、うん、ペイントの中のショットやと思ってたんですよ、うん、ペイントの中のショットをやっぱやられてるんですよね。あー、レイアップショットをやられたりとか、うん、そっちの方が、うん、そっちの方を抑えようって言ってたんですけど、最初の方はそれを抑えれてて、うん、で途中からやっぱ3ポイントってやっぱ威力がでかいのか、そこに意識が向いてしまって、うん、レイアップショットをやられたりしだしたわけです、うん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 、なるほど。そこの得点が最終的に響いてきたから、うん、3ポイントに限定してたらそんなに実はやられてなかったっていう、なるほど、うん、そうか、なるほどって感じですね。キリさんはどういう見立てでゲーム見てたんですか。どういう、もうとにかく必死に応援してたんで、見立てっていうよりで、まあ、あの前の日に自分の中でイメージしたのは、うん、1ピリで10点ぐらいリードしてて、うん、育英がね、うん、でまあ、前半でもう15点ぐらいリードして、そのまま守りきるような感じで勝ててしまうっていう甘い考えをイメージしちゃいましたね、あの時。でもまあ蓋を開けてみれば、まあ、やっぱいいチームだったって思いますよ、日大山形。まあ、今日も接戦で勝ってましたしね。いや、ほんで育英のことよう知ってたね。めちゃめちゃ研究しつくしてたのか、なんかもうよう知ってたわ。こういうのってヌナミ先生も日大山形やっぱりどこからか、そうですね、情報を仕入れたり上手手になんとか聞き出して、事前にやっぱどういうチームなのかっていうことをやっぱ1回戦から全部やっぱりスカウティングしていくわけですか。そうですね、今はもうやっぱり、ね、情報、そういう情報は、うん、手に入らないようにできないとかはできないので、ちょっとどういうこと、どういうこと、できないとかはできない、やっぱり情報のツールっていうのがすごいあるので、各 YouTube でもありますし、うん、やっぱりいろいろ Twitter も Facebook も動画上がるからね、そこは、うん、あります、ありました、はい、そこはもうお互いだと思います、ね、うんうん、もちろんね、やっぱネット検索、具体的に聞くとネット検索とかではなくて、はい、やっぱこう
やっぱり日体大って結構教鞭取られてる方いっぱいいるじゃないですか、あんなとこ使ったりとか知り合いおらへんみたいな、そういう情報戦って、あ、もうそこはもう絶対しますね、あるんですよね、あ、もちろんすごいな、そこはもううちの大学に限らず多分、もうどこもやられてると思います、なるほどなるほど、いやー、まあよう研究されてました、ですね、ね、そうですね、そう思いますわ、なるほどなるほど、他はあきりさんもない、終わるよバスラー、いや、バスラは終わらないですけどね、まあでも、次につなげられればいいですよね、まあ、3年生はやっぱり残念ですけど、2年生1年生はこの悔しさを次につなげてもらえればいいと思いますし、絶対悔しかったと思うんでね、選手は、そうやな、でもいいゲームやった、ほんまに、そうですね、毎回のゲームでいいゲームじゃないなんていうことは一個もないし、やっぱり毎回感動しますよね、いやいや、育英の中でも良くないゲームってこれはありますよ、これはバストラやからとか美しい話じゃなくて本当に僕はいいゲームやと思ったんですよ、だから、いや、いいゲームでしたよ、育英の中にも変なゲームってあるじゃないですか、これはもうちゃんと言ってもいいとこやと思うんですよ、ただ今回のゲームはほんまにいいゲームやったなって思う、はい、そうですね、もう全然気持ち負けてなかったし、はい、前向きな育英やったし、ちゃんと燃焼させてたなって思いました、はい、燃焼させてたって今言ったけど、たまたま出たええ言葉やなと思うんですけど、はい、燃焼しないで負けるときって汗じゃないですか、しっかり燃焼してたなって僕は思いますけどね、なるほど、すごい感動したし、いいゲームやったなと思いました、そうですね、あ、残念ながらね、負けは負けやからね、まあ、この負けの悔しさをバネにやっぱり頑張っていってほしいなって思いますよ、ですね、そこを真摯に受け止められないとね、次にはいけないし、はい、そうですね、まあ、今回東京体育館やったんで、またちょっと自分演技担いでしまって、え、何してしまって、演技担いでルーティーン実行したんですよ、勝ちのルーティーンを、いいじゃない、いつもだったら一人で やるんですけど、ちょっと調子こいて、父兄の方にもこのルーティーンでっていうのを言ったら行こう行こうってなったんですね、ラーメン屋に、なるほどなるほど、で、まあ、美味しいのって言われたから、もう最初からうまくないですよっていうことは言ってあったんですけど、もう皆さん父兄の方ね、半分ぐらい残すんですよ、そのラーメンをもうね、それを出てきた瞬間に、まあ、ラーメンで勝てるんやったら安いけど、まずいわって言って、もうボロクソ言われました、めちゃめちゃおもろい、今日一出たね、キリ、はい、そんな残したみんな、いや、あのね、もう、全部育英の父兄の OB の方二人がね、まあ、ご飯も残すしラーメンも残すしねもうひどいですよあれは。それ緊張があったんじゃない？いやいやいや、緊張なんかなさそうでしたよ、もう。もうボロクソ言われました、もう本当に。まずくて残すラーメンなんか俺食ったことないわ。美味しくないぐらいあるけど、まずいってすごいよね。はい、そうなんですよ。そうか。まあ、ルーティンちゃんとやってくれたらね。そうですね、でもルーティンっていうのは人にやってもらうことじゃないんですね、やっぱ、自分だけやってればよかったなと思ってお前そんな感じなくていいか、そこいや、だいぶそれだけはちょっとね、今でも心が痛くてねルーティンのこともないから、そう、その話は一切してないんですよ、それからはい、謝ってもないですし、そんなあれでしたわ、楽しかったね、よかったな、楽しかったですね、じゃあせっかくやから、ぬなみ先生にちょっと俺も聞いてみていい？はい、ぬなみ先生、ここの今回の3年生、はい、総評じゃないですけど、はい、毎年毎年もうかれこれ何年送り出されてるんですか、卒業生ね、10年以上送り出してますね、今年のお菓子か、はい、お菓子食べよう、今年の3年生はどんなチームでした？いやー、ほんと真面目なチームで、
あ、ちょっと言う前に僕言うときますけど、はいはい、あの先生らしい綺麗事とかもういいから、ね、はい、もうほんまのやつ聞きたいねん、俺、はい、どんな3年生やったの？今年の3年生は。いや、真面目な3年生だったんですよ、ね、まあ、下級生の時とかもそうなんですけど、うん、その真面目がこう災いして、うん、ものすごくうまくいかなかったんですよね。1年生の時？下級生の時、うん、1、2年生の時も、うん、うまくいかないっていうか、例えば、やっぱりこうどんなミスでも許してしまうとか、うんうんうん、まあ、いいチームなんです、うん、仲がいいので、うんうん、すごく仲がいいので、うん、鬼になれないというか、逆にすっごい分かりやすい、それ、はい、うんうん、そこが一番困ったんです。特に去年の3年生は、うん、3人で70点ぐらい取ったんで、ああそういうことか、それが抜けるとやばいなって思ってた子たちも少ないし、うん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 、山地とか、うん、小島はどないしようみたいな、うんうんうん、俺来年ほら30点しか取られへんやみたいなっていうとこからスタートしてますから、うん、その中でもやっぱりね、うん、誰が台頭してくるのかって台頭してきてくれましたけど、うんうん、結果的には、うんうん、そこですごい時間かかったのもありますから、うんうんうん、けど、うん、やっぱり努力して、うん、佐野選手なんかは、うん、はっきり言って、うん、日の目浴びることないのかなって思ってしまうぐらい不安やったんですけど、うんうんうん、やっぱ自分で掴んで試合に、うん、出たりとか、うん、チームを救ったりとかするようになったし、うんうんうん、牛尾選手もやっぱり去年までは出てないわけですから、うんうん、その中で、そうか、そうか、まあ、今は牛尾選手って言ったら兵庫県の人は誰か分かるような選手もあったし、うん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 、結局3年生の成長が一番大きかったんじゃないかなと思います。で3年連続優勝してるのは僕1回もないので、新人戦も総体も、うんうん、ウインターカップ予選も兵庫県で1回も3年連続なんです。いつも2年連続で全部終わってて、え、2年連続何？3冠ってこと？いえ、まあ、どれかを組み合わせても、うんうん、あ、優勝が取れなかった。この、うん、いつもこの、うん、台、うん、前のこのサイクル、うん、前のこのサイクルっていうのは全部無冠で終わってるんで、なるほど、このその台だけ、うん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 、なんかジンクスみたいな感じで、うんうんうん、その台だけ負けてるんです。なるほど、なるほど、うん、そのプレッシャーはすごくあったと思う。選手自身が一番思ってるんで、その負けのサイクルの年だったの今年、はいはい、しっかりしとったね今年。そうなんです、でもしっかりしてる台も負けてたりした、うん、なるほどなるほど、このサイクルは、あ、それ一応にそれだから、その選手からしたらやっぱそのジンクスは絶対あったと思うんですよ。10年もしてますから、うん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 、そこのサイクルだけ、うん、いつも途切れてしまうと、途切れてしまうって、うんうんうん、まあ、申し訳ない思いを僕がさしてたわけなんですけども、うん、僕もやっぱ今年1年すごいプレッシャーで、うん、ものすごい兵庫県の大会に対するものっていうのが、うん、なんていうんですかね、すごく例年以上に緊張したものになったし、うんうんうん、それをやっぱり彼らは自分たちの力でもぎ取ってきましたね。もぎ取ってきてあそこの舞台に立たせてもらったんで、やっぱり僕たちは考えがありますし、真面目が武器になるってすごいなと思いますね。やっぱりこういうスポーツってある程度こう踏ん切りであったりとか、オラオラ精神が、俺は怖いんやんじゃな、うんうんうん、誰一人いないですよ。でもそれぞれがそれぞれの長所を生かして、助け合って、買ってきたんで、まあ、そういうのは僕の初体験だったし、すごく、思い出深い台になりましたね。なるほど。ただもう最後はもう
一番最後に僕がもう、うん、なんか彼らに迷惑かけたなっていう、あのすごい反省っていうか、あの、もう僕もうちょっと上でやれると思ってたんで、彼らは、そこの舞台に立たせられなかったこととか、あの子たちが去年の3年生のもう一個上行くって、うん、めっちゃ真面目ですよね、うん、ベスト4とかじゃなくて、うん、あの去年の先輩よりも一個上行きたいっていう、うん、精神で一生懸命目標立ててずっとやってたんで、うん、まあ、その目標達成できなかったあのすごい責任っていうのはすごい感じます。それぐらい彼らは頑張ってきたので、うん、はい、あの本当に行く方向に来てくれてありがとうって言ってますよね。ありがとうございます。っていうのが今の3年生に思ってることです。いやー、これ3年生も聞いてくれてるんやろかね。素晴らしい。今日はもう本当行方トークラジオみたいになっちゃってるけど、いやもうしょうがないですね、それは。もうしょうがないね。はい、素晴らしい。行方高校で尺取ってもいいでしょう。ウィンター帰られた当日に僕突撃取材してるわけですからね。これはもう特等、はい、聞きましょう。そうですね。で、隊長、今回1日だけそのホテルまで、1年生をちょっと引率してこう連れてきてくださいって頼まれた仕事があったんですね。はい、で、まあすごいやっぱ大変やなと思ったんですよ。何が？いや、まあ駅集合したら、うん、点呼取って、うん、俺なんか1名少なくねとか、うん、あれ今切符買ってますみたいな、そんな感じで、うんうん、で、まあ、お客人に邪魔にならないように1列に並んで階段登ってとか、うん、で駅のホームではもう分散してある程度入る出口決めてとか、そういうのをやってて、こんな大変にいつも誘導されたり、うん、こう引率してるもう先生って仕事大変やなと思ったんですよね。うん、で自分はたった1日じゃないですか、うん、でもいつもそんなことをやってるし、うん、遠征の度には多分そうやって選手を仕切ったりしてる先生の仕事ってすごいなって思いましたね。うん、やっぱ大変ですかね、うん、先生はやっぱ大変よね。コーチングだけで済めばいいけど、はい、移動もあるよね。やっぱその辺がね、高校生と大学生は違うじゃないですか。そうやね、うん、だからやっぱ大変やなと思いました。そうそう、で階段とかみんな走るんでね、うんうんうん、一列になって、で自分もその真ん中ぐらいにいるんですけど、走らないといけないじゃないですか。うんうん、ちょっとごめん、まあ、なんで階段走るの？いや、わかんないです。階段はもう走って上がって、ま、あのホテルまでもうちょっと早歩けみたいなこと言われるんで、後ろから、うん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 、俺もやんないといけないじゃないですか。でマスクは絶対してないといけないから、俺もやんないといけないじゃないですかって。君も走らん、走んない。いや、そりゃそうですよ。だって自分が遅れたら後ろの人間遅れてくるじゃないですか。まあ、でマスクしてるからね、やっぱ酸素が薄くて息が切れますわ。おお、まあキーさんもね、そろそろ年ですから、はい、おめでとうございますよ、お誕生日。ありがとうございます、ね。はい、またお一つお年を召されたようで。はい、ありがとうございます。見た目は48ぐらいなんですけど。いや、そうなの？実際おいくつぐらいなんですか？41です。41か、はい、はい、早生き。そうです ね、ここ最近ではね、ずる生きという言い方しますけど、ね、はい、そうですか、まだ41だったんですね。はい、はい、でもビジュアルはあれですよね、僕より絶対年上の感じの方ですよね。まあ岸さんもね、若いく見えますからね、すごい。そうでしょ。はい、ありがとうございます。はい、何にも面白いこと出てこなかったわ。いや そこは出ないでしょ。そこ絞り出しそうとした今2秒やってんけどね。なるほど。いやー、今日はいい話聞きましたよ、本当に。ですね、ぬなみ県にはちょっとご迷惑をおかけしましたけどね、急に突撃しまして、もう本当に先生ありがとうございます。いやいや、もうこんなこと、ありがとうございます。こんなんでよろしいでしょうか、キリさん。はい、あともう一つありまして、 あるか、よしよし、喋ってくれて、はい、やっぱりチームっていうのは誰かがサポートするからこそ成り立つ部分があると思うんですけど、うんうん、やっぱり優秀なチームにはやっぱ優秀なマネージャーっていうのがやっぱいて、そこね、まあ、和田、うんうん、はい、で、まあ、和田作也くんのことについてちょっと先生にもちょっと触れてもらいたいなと思いまして、ちょっとお聞かせください。なるほど。はい、彼はですね、もともとプレーやってるんです。
プレイヤーで、育英高等学校に、自ら志願して、入ってきていただいて、はい、去年の、あ、去年じゃ、今年ですね、今年の4月に、はい、僕の方からマネージャーになれと、はい、いう形で、マネージャーを、まあ、変な意味やらせたというか、はい、ちょっとキャプテンの負担も大きかったので、はい、そういう、バスケット以外のことであったりとか、バスケットの細かいところであったりとか、そういうところを、はい、まあ、本人は多分プレーしたかったと思うんですけれども、そういう形で、やっていただいたんですよね、はい、やっぱり彼がそういうようなことを担ってから、やっぱりチームとしての役割分担っていうのが明確になって、で、まあ、ウィンターカップに出場できたりとか、インターハイの表現予選優勝できたりとか、まあ、彼の功績だと思うんですよ、やっぱり、はいはい、だから本人はやっぱプレーやりたかったと思うし、はい、そういうのを我慢して、やったことが、まあ、後々それが本人の成長にもなったと思うんですけど、はい、まあ、チームの成長としても彼が本当にやってくれたことが、チームの成長につながったと思います。だから、はい、一番感謝してるのはやっぱりマネージャーかなっていうのは本当に思います。彼がいなかったら、あそこの東京体育館で試合ができなかったんじゃないかなっていうふうに思うし、はい、はい、だからもう彼の功績っていうのは非常にでかい。本当にチームを支えてくれる、自分を殺してでも、はい、チームを支えてくれる人がいたからこそ、今年のチームは東京体育館という舞台でできたんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。本当に一番感謝してます、はい、もう最高のマネージャーでした、はい、素晴らしい、昨夜聞いてくれてたらいいね。いいですね、本当に心の底からこういうことでため伝えてたりっていうことしないですね、終わってから伝え切ってないですけど、はい、まあ、一応声をかけられて、そうですね、僕もそういうこと苦手なので、なかなか向かってできないのが僕の短所なんですけど、男と男っていうのもあるからね、はい、いや、ありがとうございます。いや、もうこちらこそ。キリさん、はい、こんなもんですかね、これでいいですかね。そうですね、もう、いや、素晴らしい話をお伺いしました。急に突撃してすいませんでした、野上先生。いえ、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょうど30分ぐらいの尺でインタビューをしにしてはちょうどいいくらいの時間でございます、はい、2017年12月25日19時25分というところなんですけれども、皆さんも第、229回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日は野波先生をゲストにお迎えして、キシとキリとおキリですがお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 See you next time. バイバーイ。